去原住民博物馆吗？有。すごーい。尾里牛村原住民文化主題公園255かオレンジの13か小さい18か19か市民バスの1番で多分あの建物です。ここです。原住民博物館、中国語は薰艺台湾原住民博物館に行ってきました。初めて来たんですけど、場所は故宮博物館の本当に一駅なんですけど、その一駅もそんな遠くないんで歩いて5分ぐらいの距離にあります。全然人がいなくて写真も撮り放題で、まあ、フラッシュはダメですけど、すごくゆっくり見ることができます。あと絶対日本語のガイドさんつけた方がいい。2週間前に予約ができるんですけど、多分あの人大好きですね、原住民のこと。なんかもう話したい話したいがすごい解説から伝わってきたので、ちょうど運よくそのガイドの人の練習をする場面に立ち会えて一緒に聞いてたんですけど、面白かった。まだまだもっと聞きたいって感じでした。1時間のコースみたいなんですけど、あ、無料だと思います。1時間のコースなんですけど、1時間じゃ多分聞き覚えない、一個一個説明してもらってそんなとこでした。